ル、どうも、昭和のセブンでございます。はい、今日なんですけどね、エイペックスレジェンズのね、ゲームライツ方にね、まあ、いろいろ追加されたんでね、ちょっとそちらのご紹介とかね、まあ、サバーカの夜ね、スマーフとかね、その辺のお話ししていこうと思います。では、まずはチャンネル登録よろん、スタート!はい、じゃあ、やりまーす。はい、じゃあね、ゲーム内の通報でね、追加されたものをちょっと紹介します。チート行為の、項目に追加されましたね、サブアカウントに不正プレイ、カッコ、スマーフティングっていうのがね、ございまして、それなんですけどね、まあ、単純な話、ここの文章だけ読むと、もうサブアカが完全に禁止なんですよ。まあ、文章だけ読むと。うん。あと別にね、ゲームプレイの妨害っていう項目に、マッチを早々に放棄した。これはもう、即切りっすね。あとは敵との共謀、チーミング。ゲームを放置している。破壊行為。まあ、嵐かな。うん。まあ、追加されたのは多分この5個ぐらいかな。うん。ちょっとサブアカによる不正プレイ、カッコスマフティングってやつをちょっとね、話していこうと思います。こちらなんですけどもね、ちょっと元のツイートがございまして、ちょっとそちらご覧ください。あとね、こちら、英語なんですけど、ちょっと翻訳しながらやります。シーズン内で追加された、まあ、通報のやつですね。それについて話してます。まあ、Apex Legends Legacy が開始されると、リスポーンはおそらく本格的な、まあ、詐欺師、これチーターですね。チーターからスマホをフィルタリングしようとしてスマホを報告する新しい機能を追加しました。うん。ただし、新しいアップデートの一部は不正行為との戦いです。Apex の開発者の一人は違法なプレイヤーの活動を撲滅するためにゲームのアンチチートシステムがアップグレードされていることを確認しました。まあ、わかんないけど。うん。で、すでに導入されている変更の一つはゲームのスマーフィングを報告する新しい機能です。そしてそれは実際にはチーターを止めるのにも大きな助けになるかもしれません。でちょっとこちらも読みます。これらの最新のものはシーズン9より前には存在しなかったオプションであるスマーフィングです。これはハッキングの悪用に重点を置く他のオプションとは一線を、かしなんちゃらちょっと翻訳しますね。ここだけ、その中で最も新しいのがスマーフィングで、これはシーズン9以前には存在しなかったオプションです。このオプションはハッキングに重点を置いた他のオプションとは異なります。こちらも翻訳します。ディープル翻訳の方が精度がいいので。しかし、この新しいオプションの目的は、実際にスマーフを取り締まることではなく、本物の不正行為者を見つけ出すことにあるかもしれません。リーグオブレジェンズ、通称ロールですね、などのゲームでは、以前からプレイヤーが他人のスマーフ行為を報告できるようになっており、物理的な不正行為の報告を調べる時間を確保しました。過去に Apex のプレイヤーが自分のゲームでスマホを疑ったとき、不正行為のオプションを使って報告した可能性がありますが、その場合、実際には不正行為に関係のない報告がリスポーンに殺到する可能性があります。つまりどういうことか言うと、まあ、俺がサーバーから使ってたとして、まあ、プラチナ帯で、あ、こいつ、スマホや、って感じで、通報しようとしても、スマホという項目がそもそもなかったんですよ。で、そのスマホ行為の代わりに、まあ、チーターというね、まあ、不正行為の項目で、俺は通報されていた。という話ですかね。うん。まあ、実際のチーターではなく、まあ、サバコを使ったプレイヤーを、まあ、チーターとして通報されていたという話ですね。なので、まあ、ランクでスマホ、まあ、サバコとかも見つけたら、そちらで通報行く、まあ、するようにしてくれれば、まあ、実際のチーターの通報と、まあ、分けれるって話になしてますね、これは。うん。本当にチーターとしての通報だけを見れるようなシステムにしたって感じですかね。で、スマーフ行為に関してですね、まあ俺もサーバーか使ってランクやってたりしましたけども、まあソロランクとか基本的には。まあたまに今3人でやったことはありました。うん。まあ目的は別にランクを上げることはなくて、ね、まあその人のランクがプラチナだったからやってたって感じですかね。あ、じゃあちょっとこのサイトのここ、翻訳します。スマーフィングについてはより簡単な相手と対戦するために2つ目のアカウントを使用しているプレイヤーに対してどのような措置が取られているかは不明です。多くのゲームではグレーゾーンとなっており、プレイヤーの間でも複数のアカウントをプレイすることは悪いことではないという意見があり、議論の的になっています。まあ、今回追加されたとはいえ、別に、スマフ、まあ、サーバー化に関しては、まあ、特に罰則は設けていない、まあ、措置ですね。どのような措置が取られているかは不明。なので、まあ、罰則自体は別に、今のところはない。まあ、それとエーペックス自体、サバカを作ることに関して別に禁止してない、そもそも。まあ、前になんですけども、TI プライズさんがね、そのサブアカ、なんだっけ、スマホ行為に関しての、まあ、意見みたいな感じの動画かな。まあ、それ言ってたんですけども、ちょっと貼っときますね、コメント欄に。
動画の内容的には、レベルの低い人に合わせるためにサーバーカードを使って一緒にやるみたいな、それだったら別にいいんじゃないですかみたいな感じの動画だったかな、確か。うん、ただサーバーカードを使って、まあ、初心者狩りとかを、まあ、やる荒らしみたいな声やめようみたいな、それはダメですよみたいな話をしましたね。まあ、なので今回の、まあ追加の項目に関しては、まあ、別にサブアカをバンするために作ったわけではなくて、まあ、チーターと、まあ、サブアカを、サブアカの通報を、まあ、分けるための、まあ、追加機能って感じです。はい、あとですね、別に追加されました、マッチを早々に放棄した、敵との共謀、ゲーム放置している破壊行為。まあ、これなんですけども、今回の記事では、触れられてませんでしたけれども、まあ、明らかに、まあ、悪いやつはね、まあ、敵との共謀、これチーミングですね。チーミングは、まあ、バン対象、そもそも。まあ、よくランクマッチでやってる感じですね。あと、破壊行為、これは味方に対しての、まあ、なんか悪いことですね。パンチして、オリンパスに落下させるとか、だと思います。うん、そういう味方に対しての、まあ、悪い行動。うん。ゲームを放置してる。まあ、これも、ま、破壊行為に含まれそうな感じがする。で、マッチを早々に放棄した。これはね、難しいっすね。まあ、今までずっとあったし。うん、エペックスのカジュアルは別に、なんか、バンとか別にないしな。いい悪い、それはもう、前から賛否両論あるからね。切られるのが嫌だったらカジュアル3人やるとか。うん、あとはもう、チェックボタン外して1人やるとか。しかないんじゃないかな。もうその切られた瞬間イライラするとかだったら、今回の記事は触れられてはなかったんですけども、まあ、先ほどと一緒で、まあ、チーターと、まあ、こういうね、即切りとかの項目を分けたって感じだと思います。まあ、別にこちらも罰則ないかもしれないですね。チーミングと破壊行為以外は、まあ、グレーゾーンということで、まあ、ちょっと日本語の通報のやつ分かりにくいけど、完全にサーバーがダメな感じに見えてしまうけど、まあ、元のツイート見たらこんな感じに書いてあったんですよね。まあ、TI プラスさんが言ったような感じでやるんだったら、まあ、俺は別にいいと思う。うん。まあ、今の APEX のシステム的にもうしょうがない気ですからね、そのスキルマッチとかあるし。まあ、俺を見るのも番組に出た時に、まあ、初心者の人いて、まあ、今日初めての人がいて、その時はサーバーが作ってやりましたね。まあ、さすがに俺の名案かと思ってったら、スキルマッチ絶対一番上だし、相手ダイヤ隊とか、マスターとかいっぱいいて、多分、何もできずに終わっちゃうから、さすがにそれサバカ作ったけど。うん。あと、キルもちょっと遠慮したりしましたね。うん。まあ、サバカについてはね、まあ、議論しても多分、決まらないというか、多分ゲーム側がもう、ゲームの運営側がもうはっきりと禁止して言わないともう決まんないからな。はい、じゃあ今日の動画は以上でございます。何か、ね、意見や質問がございましたらコメント欄にください。では、お疲れちゃーす。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、やろん。またね、バイバーイ。うん、最高。